ヨハネス・ボスボームは、オランダの画家である。教会などの建物や風景を描いた作品で知られる。ハーグ派の形成に関与した画家の一人である。デンハーグで生まれた。バルトロメウス・ファン・ホーフェニエを学び、バルトロメウスの息子のフーベルタス・ファン・ホーフェで学んだ。1835年からドイツへ旅し、デュッセルドルフやケルン、コブレンツなどを訪れ。 名所となっている建物などの風景を水彩で描いた。この時描いた絵は有名になっていた画家のアンドレアス・スヘルフハウトに買い取られた。1839年にパリやルーアンを訪れ作品を残した。ハーグ派の美術団体プルクリスタジオや水彩画の協会であるオランダ素描協会の展覧会に出展した。弟子にマリー・ファン・ボッセラがいる。 1856年にベルギー政府からレオポルド勲章を受訓した。ありがとうございます。